しやがれ。あの被害者の身元分かったよ。真冬、教令会の若頭で塩屋、知ってるんでしょ。ああ、モグラの新しい被害者ってことはやっぱり目を。うん、私は直接見たわけじゃないけど。見ない方がいいよ。この件の担当刑事はまた黒岩。そう、今現場に入ってる。矢神くん、ゆうべはあの刑事の取り調べ大丈夫だった？なあ真冬。何？黒岩だったよ、モグラの正体。え？え？羽村の頭と昔からずっとつながってたらしい。多分初めは綾部と似たような汚職警官だったんだ。それがとうとう殺しまで受けるようになった。んで、その黒岩を道具に使ってるのが省野と厚生労働省の一部官僚たち。神室町で目をえぐられた死体はアドデックナインの人体実験に使われた犠牲者たちだった。省野には俺が実験に気づいてるとこないだ知らせといたんだけどな。なのに今日また新しい死体を平気で。これがどういうことかわかる？この先もまだ続ける気なんだよあいつは。俺がどれだけ真実に迫ろうが実験をやめる気はない、そう言ってるんだ。そんな。正野は面と向かえば真面目で寡黙な研究者で、ただアドデックナインのことになるとまるで悪魔だ。それでも薬を完成させれば何百万って患者とその家族が救われる。そこに生まれる莫大な利権が省野を守ってるんだ。敵はそこら中に潜んでるらしい。じゃあどうするの？もうお手上げ？まさかな。俺は奴らに親父を殺されたんだ。この借りは絶対に返すよ。